ます。皆さんこんにちは、山梨県、ここも山梨県なんですけども、東部の方、大月市の方から来ました塚田雅子です。よろしくお願いいたします。今日はあの伴奏のちかさんと一緒にここで賛美が捧げられることを本当に嬉しく思っています。よろしくお願いいたします。はい、今演奏いたしましたのはハレルヤ主にっていう詩編の106編の1、そうですね、ちょっと見言葉読んじゃおうかな。ハレルヤ、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで。でこの言葉にあの曲をつけまして、賛美にしたもののリコーダーアレンジとなっております。作曲を始めたのは2000年頃なんですけれども、というともう24年前っていうことなんですが、その当時はあの子育て真っ最中で、教会のメンバーの皆さんもそういう方が多くって、子どもたちと一緒に聖書の御言葉に親しんで、一緒に歌って楽しくこう賛美できたらいいんじゃないかなって思って曲作りを始めました。で聖書の言葉にはあの神様のに対する賛美とか感謝がいっぱいありますし、神様ご自身をこう自己紹介するようなそういう言葉もいっぱいあって、本当にその御言葉を歌うことで私たちの本当に神様の恵みをこう実感するというか、という神様の素晴らしさをたくさん味わうことができていることは本当に感謝です。そしてですね、あのコロナになってからは賛美するっていうことにすごく制限があった時期もあって、その頃にはあの歌も歌えなかったので、リコーダーでこう賛美するっていうことでとても心が慰められました。でそんな中であの自分が続けてきたリコーダーの演奏で今度はインストゥルメンタルのCD を作ろうっていうふうに思い立ったんですけれども、それはやっぱりあのメロディーに込められたそのインストゥルメンタルだからこそ、この深くこう御言葉を黙想してこう神様に思いを馳せるっていう特別な時を持つことができたのかなっていうふうに思っています。ということで、今度11月27日にそのような賛美をリコーダーアレンジを中心にまとめた、はい、ありがとうございますとコンサートをとリリース当日にすることになってまして、ちょっと遠いんですけれども川口湖の円形ホールでさせていただきます。ぜひあのこの時特別コンサートとなっておりますので、ご一緒に楽しんでいただけたら、また CD も聴いていただけたらとても嬉しく思います。はい、1曲目のハレルヤ主もそうなんですけれども、次の2曲も CD に入っている曲でございまして、はい、賛美歌の飼い主我が主よのアレンジと、オリジナル曲でこの世の歩みの感謝と御国への希望というオルガン曲のアレンジを2曲続けてお聴きください。
とうございました。